ポリスは多くの国々で警察と秘密警察の部門及び他のインターネット警備担当組織の総称となっている。インターネットポリスの主目的は国家によるがサイバー犯罪と戦うことであり、それだけでなく検閲、プロパガンダ、またオンラインの世論を監視し操作することである。詳細は中国のネット検閲を参照中国のインターネットポリスは網系と呼ばれている。 2005年に中国大陸の省と地方の政府各部門がプロパガンダ部門と警察部門からインターネット評論家のチームを創設し始め、またそれらにマルクス主義、プロパガンダ技術、インターネットの分類を提供し始めた。それらは政治的に敏感な主題から離れて公共掲示板で匿名。 または編名で意見を発表することによる討論を先導することが報じられている。それらは実際にオンラインをののしるスタッフを雇っている。このように言った、オギは彼女のコメントをブログに発表したことで逮捕された中国の学生である。グレートファイアウォールやご盲党はまた反響主義者のコメントを抹消し政府指示のメッセージを公表する。中国共産党指導者、胡錦涛は オンライン環境の管理を強化し、オンライン意見の主導権を整備するという等の意思を宣言した。2015年に中国のインターネットポリスは、網系巡査集法という公式アカウントを、美白や微信などに設けて24時間体制によるネット監視、パトロールを行っている。ジンジングチャチャ及び ZH、モーロ警察も参照座。 コンピューターエマージェンシーレスポンスチームオブエストニアは2006に設立され、家コンピュータネットワークでセキュリティ事件に関する運営の責任を引き受けている機関である。その任務は予防的措置の実施でエストニアのインターネット利用者を助成することであり、それはセキュリティ事件で起こり得る損害を減少させ、セキュリティの脅威に応じて利用者を助けるためである。あエストニアは、 エストニアのネットワークで生じる、またはそこで始まる、またはエストニアもしくは国外の市民もしくは団体による届け出のあるセキュリティ事件に対処する。サイバークライムインベスティゲーションセルはインドムンバイ警察の一翼であり、サイバー犯罪に対処し、また、インドの情報技術法をつまり、インフォメーションテクノロジーアクト2000の規定及びインディアンピノルコードを含む、 様々なサイバー犯罪に関連する刑法の規定を実施する。サイバークライムインベスティゲーションセルは犯罪部門ムンバイ警察犯罪捜査部門の一部である。アンドラ・プラデッシュサイバークライムインベスティゲーションセルはサイバー犯罪に対処するインドハイデラバード警察の一翼である。オランダ警察はサイバー犯罪と戦うためのインターネット部隊を立ち上げたと報じられた。 それは、インテリジェンスの集まりのためのインターネットニュースグループとディスカッションフォーラムを浸透させ、疑似購入させ、サービスを提供させるようにする。バンコクで掲示されているバナー。ソーシャルメディア上での活動は、刑務所に入れられる可能性があると書かれている。太陽国の2006年のクーデター後に、タイ警察は反体制派オンラインの監視と鎮静化を積極的に行っている。 ネット検閲はデジタル経済社会省と太陽国国家警察庁により対通信公社と対電気通信当局と共同で実施される。インターネットウォッチファンデーションはイギリスで唯一の承認された団体であり潜在的に違法な内容のオンラインに対する洗い出しを報告するために一般人と IT 専門家のためのインターネットホットラインを運営する。それは 警察、政府、一般人、インターネットサービスプロバイダー、さらに広範なオンライン産業との協力関係と、ともに運営する。日本のサイバー犯罪対策一覧ボックスも、参照日本のサイバー犯罪対策として知られる。警察体制は、警察庁による、サイバーポリス、都道府県警察本部のサイバー犯罪対策室、警視庁、コンピュータ犯罪捜査官、 警視庁ハイテク犯罪テクニカルオフィサーなど、スタクシネット、デューク、赤イ、アンドハートブリードアレトランツナシャネルセレッツ、ありがとうございます。